4月は新学期スタート好印象でキックオフっていうテーマだったんですけど、うん、なんか結構合格率が高かったらしいので、そうなんですよ。掲示板を見ると、うん、本当に8問正解したとか10問正解したとか、すごいみんな見てるんじゃないかって思ってたんですけど、ね、もっとねハードル上げていかないとみたいな感じなんですかね。そうなんですね。で10問正解したけども出ないよっていう人も多かったのですが、第一印象が感じたかなと。あ、なるほど。おお、さすが、そういうことですね。じゃあ、これからどんどんね、いろんなテーマをクリアして、モテるようになっていこうみたいなことですかね。そうですね、頑張ってほしいと思います。はい、さて、そんなモテる検定なんですけど、はい、本日更新されました。はい、吉川先生、5月のテーマは何ですか？つまり、メイク検定を、すでにですね、メイクに関する質問が、したことないんですが、何からやればいいのか全く分からなくて困っています。まず何をすればいいのかということなんですけど、何ですかね。混ぜるためには肌の気分かな。そうですよね。スキンケアですよね。はい、だと思いますね。はい、そうみんな思うのってマスカラをねたくさん塗ったりとか、そうブラシをいっぱい塗ったりとか、ホイップメイクとか入りがちだと思う。注目しているのは、ズバリ肌です。すごい！そう思います、私は。肌が綺麗であれば、はい、モテます。すごい！なるほど。具体的に、スキンケア、肌を綺麗にするとどうすればいいですか？そうですね。本の検定の中にあるんですけど、次回が、皆さんもお見せになった
じゃないですかね。ね、みんなも食べる気って年期限にチャレンジしてみてください。現状に進む予定通り2015年の開業の見通しは